行くぞー、心臓を注ぎよ。あら、超大型犬にやめて、鎧の巨人と超大型犬で、オーブだ。私、ビビン・イエガー。行きます。ガチな巨人来たんだけど。リヴァイだ。わっさっ。いや、ピーマルです。はい、ということで今日はですね、一番最初にちょっとリヴァイ兵長出てきたんですけども、今日は進撃の巨人をブロストでやっていきたいと思います。イェイ。気合い入ってる。今日はですね、このサリエル進が作ってくれた進撃の巨人風攻防戦やっていきましょう。下から、ウォールマリア、ウォールローゼ、ウォールシーナ、オートです。この真ん中のワープのとこはオートとなっております。はい。で、ルールはですね、巨人側が、メガタの巨人と、超大型巨人と鎧の巨人3人ですね。そいつらが、パワーキューブを取って、まあ、巨人になってね、真ん中に、まあ、超絶兵団がいて、そいつらを、止めていくっていう感じですね。巨人側は真ん中のこのウォールシーナの中まで入ってきたら、3つ目、1、2、3、3つ目なのか4つ目かかるんですけど、真ん中のね、四角に入ったら、巨人側の勝利で攻撃もありですね。で、調査兵団の守りの方も、攻撃ありっていう感じですね。で、投げはちょっとね、さっき試したらちょっとクソだったんで、投げなしで、やっていこうかなと思います。ということでね、今のうちに登録しない、もうチャンネル登録しない方がね、動画でね、もういっぱいいるので、今のうちにお願いします。ということで、早速やっていきましょう。いくぞ！レッツーゴー！行くぞー！心臓を注ぎよ！レッツゴー！よーし。とりあえずもう中も歩いていいことになってるんで、中も行きますか。危ない危ない危ねえな。危ねえな。よし、行くぞ。体力一旦回復させて。お、いいね、ブラキャー。俺らな、調査兵団だから。やった。それでお前ら、手を汚す覚悟の方はどうだ？バイ、リヴァイ。いたぞ！あれは、鎧の巨人だ。鎧の巨人だ。これはガジェットかな。よし、行くぞ。お、来た、待って、鎧の巨人来た。あれは、ビビン・イエガーだ。あ、ビビン・イエガーは違う。ビビン・イエガーはこっちは調査兵だよ。キャラ間違いですね。いたいたぞ。あら、超大型巨人やめて、鎧の巨人と超大型巨人。危な！危なすぎる。やばい！味方がやられた。やばいぞ。くそ、あいつめ。おい、強すぎるだろ。防衛するんだ。負けるな。ちょ、一旦置いとこうぜ、ここに。よいしょ。俺らは勝つぞ。よし、やれ。いけ、サリエル・スズメやれ。超大型巨人だぞ、あいつは。そして、鎧の巨人。マッサンが鎧の巨人だ。やばい。飛ばせ。オッケー。いいね。いいぞ。巨人から守れ。全然ルート的に、おー、強い。まだまだか。よいしょー。おー、味方が、やられた。やばい、痛いな。あー、強すぎる。待って。めっちゃ強い。これ、獣の巨人だ。石ころ投げてる。石ころってか、石投げてくる。おー、あやぴょナイス。シールだ。あー、巨人側の勝利。調査兵団負けました。さあ、やっていきましょう。巨人側でございます。じゃあ、俺、ライアーで行くわ。中でウルトためよ。 OK。 マジでそれ強そうだな。 OKOKOK。 もうちょいこっち来て。ウルトため。あ、ごめん。すまん。めっちゃ強いやんこいつ。俺マジで死ぬよ。大丈夫それ。あ、ほら言ったのに。よーし、けどな。よーし。俺らこれ全滅させちゃえばいいんだな。そもそもの話よ。サリエルスズメ強くね。いや、なんか壁は、待って。あー、まあ、負けた。あー、これさー、あ、終わり。パワー、いや、やっぱ毒斬り結構きついな。はい、巨人が負けました。心臓を捧げよ。私、ビビン・イエガー。いきます。巨人が結構マジで調査兵団舐めてると、マジ、俺さっきやって気づいたんだけど、めちゃくちゃ調査兵団強いから、それだけ言っとくわ。ちょ、ウルトだけ貯めていいか。
頭の下目指してなんか、あー待って、ムラキャ、えい行くぞ、我ら調査兵団なり。おい、ライライライ強い、あべ、オッケーオッケー、来た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 、え、だい、え、どういう状況今、待って待って待って、俺ここにいるわ。え、なんか壊れてない、え、誰壊したの。お、なんかボットになってるって、ガチな巨人来たんだけど、ガチな巨人来たんだけど、ちょっと待って、ガチな巨人やんこいつ、おい、駆逐したぜ、ガチな巨人来て草なんだけど、めっちゃぶっ壊れてんだけど、おい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 、まさかのすぎるだろ、取れ高やろこんなはい、ということでね、待って、V 隊長やってないな巨人、じゃあ V 隊長だけ巨人やる、はい、ということで最後やっていきましょう、僕は超大型巨人です、よーし開始だー、みんな、俺が大が、お、超大型巨人だぞ、はい強い、はい強いよしよしよし、いたいたいた、いやー危ねー、超危ねーんだけど、待ってこれやばい、進めないんだけど、あんなあんなあんな、回復しよう、いった、え、待って、きつい、いやーきつい、え、無理、あー確かに毒切りきついわこれ、はい、ということでいけると思ったなーけど難しかったということで、終わっていきましょう、こんな感じで今日はね終わっていきたいと思います。結構まあもうちょいね面白くできるとこもありそうなんで、また多分もう一回ぐらいやるんじゃないですかね、わかんないけど、またちょっといろいろ改善してやっていこうかなと思うので期待しておいてください。ということでやっていきましょう、チャンネル登録高評価よろしくお願いします、皆さん、それではバイ。